こんにちは、タラスト企画阿部ちゃんです。花です。みーくんです。はい、今日はですね、はい、あれなんかこの車見覚えあるような気がしますけれど、久しぶりに見ましたね。あの今7月なんですけど、はい、約半年ぶり半年も経っちゃったのか。そうなんですよ、もう寝かしに寝かして引っ張りに引っ張ったっていうお車を、はい、今日皆さんにご覧入れたいと思うんですが、はい、なんかそちらにももう一台似たようなお車がコピペしたみたいな感じなんですけど、ちょっと色は違うけどね、はい、はい、今日はですねもう旧車の日産の伝説の名車、こちらのフェアレディ Z をなんとみーくんがまた買い取りしてきましたので、でこれ前回ね皆さんに何も詳細を公開してない。そうですね、はい、マジ背景でしたね。そうそうそう、トークだけしてなのでちょっとね皆さんの気になってる部分も少しご紹介しようかなと思ってますので、はい、ぜひねこの旧車あと80ガレージインパクトの香川社長ぜひ最後までご覧くださいよろしくお願いします。お願いします。ミク最近こういう旧車案件も来ちゃうんですね。やだよね。やだよね。一言目やだよ。やだよね。これ出すとさ、はい、なんかほらこういう手の車ってさ、うん、あの売ってる値段すごい高いじゃない。うん、すごい高い、うん。びっくりしちゃう。そうなんじゃないですか、レアだから。これなんかね、その旧車界の闇をね感じる可能性があるね。まあ、あの若干言いたいことは分かりますよ、はい、買い取りは安いのに、あ、そうそうそう、信じられんぐらい高い値段で、あ、そうね、売ってる、大体、あ、そうね、そういう感じが多いよね、はい、これちなみになんでさ半年かかったか教えてあげようか。なんでですか。知りたい。だってお正月ですよこれ出たの。どうかこれレストアしたって言ったじゃないですか、フルレストア。あ、言ってました、したとかって言ってました、言ってました。なんか4年か5年か分かんないけど、そうそう、前になんか1000万以上かけてレスパしたって言ってるんですよ、うん、一から作ったみたいな ね全部ねエンジン下ろして、はい、ね、うん、綺麗に塗装しましたって言ったじゃないですか、はい、金かかってるあれ首を横に振っちゃってる。俺の求めるレベルじゃなかった。あのねひどいとこ直しました、とりあえず。あ、さらに、はい、だからトラスト企画で。そう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 、ああね、その金額じゃないんだよね、腕なんだよね、やっぱね、うん、そのどれだけ騙されてないかっていうことなんだよねちゃんと払ってんネタに対して仕上がりいいかと。いや、そのお金払ってもいいんだけど、うん、そのお金に見合うそのやっぱクオリティが必要なわけですよ、うん、なるほどね。特にそのこれね、うん、あの外装も内装も、うん、あのエンジンルームもね再塗装したとかって言ってて、うんうんうん、いや俺もね、うん、まあレストアしたって言うから、うん、信用して、うん、ね、あんまり見なかったんですよ。確かにね。そしたらここのレスト屋ひどいよ。うん、どの辺が？まずエンジンルーム、はい、エンジンルーム前回見せてないですからね。エンジンルーム、はい、なんか塗装剥がしたんですよちょっと、うん、ひび入ってて、うん、なんでだろうなと思ったらアルミテープでした、はい、アルミテープ縦じゃないですもんね、うん、アルミテープ、で直してる、レストアしてる。この上から塗装かけてから割れちゃってるな。そりゃそうだよ、うん、初めて聞きましたねアルミテープって、しかもねエンジンルームってさ一番見るじゃないですかみんな。開けたいんですよね、うん、特にこの車。いや仕上がった時は問題ないよ、うん、仕上がった時問題ないよ、ただ時間経つと、うん、やっぱり出てきちゃう、あらがね、出るよね。そうそうそう、うん、でそれは古い車だから仕方ないんですよみたいな体で、うん、こう弁明されちゃう恐れがあるんですよ。なるほどね、妥協点が。だからうちもこれ例えばねこれ販売するとしたら、うん、もう古い車だから仕方ない体でこう売りますからしょうがない、もともとそうやって言ってたもん闇引き継いじゃってるじゃないですか。いや、あのね直したんだからそれをうちで、うん、そのダメなとこ、うん、なかなか聞かないですよね、トラスト企画が直してるって。フルレストアってどの口がやってるんだと思ってよ本当に。まあ確かにボディは全部バラして塗ってる写真はあるのよ、うん、ある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 の、それもお見せできるんですけど、うんうん、まあやられちゃったねって感じ、うん、でそれお前のオーナーさん分かんないんでしょ。だって分かんない分かんない。だから大体ね、あのこういう風なレストア業界の人たちって、はい、もう
もうなんていうのかな、こう、こうカモ、カモリスト。まあカモだよね。うん、金は金を落とすし。そうそうそう。ね、そうそう。だって、普通になんかやっぱ何年かおきになんかこうやっぱりこうやんなきゃいけないの、いろんなところ。うん、そうですね。俺は古い車だもん。そうそう。でそれをやっぱり維持してお金かけてやってるから。うんうん、まあ、売るときもそんだけかか、うん、お金かかってっから、うんうん、まあ、そんくらいするよ。だって売ってる値段がその値段なんだもん。そうだよね。まあ、そっから100万200万下のぐらいの金額で買い取ってもらえるんじゃねえかなって、淡い期待が あるんだけど、まあ、なあ、ないよ、ないない。なぜかって言ったら、はい、業者オークションの値段を教えたいぐらい。確かに結構低いもんね。低い低い、本当の相場の部分で低いんだけど、やっぱりそれをそのまま売るわけにいかないから、あ、ね、そうですね、あのやっぱりお金をかけてそのやるんだけど、うん、お金かけるのもきっちり仕上げてから販売するんじゃなくて、うん、そのいくらって金額出した時にこう見に来て、うん、こことここやるとプラスいくらですよってさらに上乗せして販売する、うんうんうん、もしくはある程度金額乗っかってれば、じゃあここだけ直してあげるよみたいな、うん、そういう売り方を、そう、売り方をするところが多いお話なんだよね。はい、そう、うん、まあ、なので割と、うん、騙されるじゃないけど、うん、お金 こちらのオーナーさんみたいに、うん、結構若い方だったんですよね、前のオーナーさん。そうそう、だからお金すっごい使っちゃって、そう、うん、もうそう、次のオーナーもね、トラスケーカー騙したろうかと思ってよじゃあちょっと騙すために車解説しましょう。ちょっと紹介ね。だって前回 何も、ま、はい、見せてないじゃん、はい、まず、はい、このほら車自体は何ですか、この車は。240Z。240Z の ZG 仕様なんだよね。はいはい、おお。このノーズとかさ、はい、あとはこの車自体は昭和51年の後期の Z なんだけど、はい、至る所が前期仕様。うん、おお、前期に寄せてる、はい。テールとか、これほらもうワンテールになってるでしょ。うんうん、ね。うんうん、前期の方がいいんですか、後期より。なんかかっこいいらしいよ、前期の方が。あるんだよ、そういうなんかいろいろあるでしょすごい嫌な顔してる。あんまほら好きじゃないからこういう車渡辺の良さげなホイール、ね、履いてるじゃないですか、これ。いいですね、渡辺のホイール入れる人多いよね。多いですね。似合いますよね。うん、旧車イコール渡辺って感じだね。そう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 。しかもこのこう深りもってなかなかないんだよね。そうだね、うん、これフロントが 8.5 でリアが 9.5 で、うん、はい、うん、リアが225ですね、うん、しかもこの車2人しか乗れないんだよね。なんかこれ30も 2x2 ってあったんだよね、うん、だけどこれは、うん、型式が S30 だから、うん、そう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 。後ろシートないじゃん。後ろシートないのよ。ないの、ない。どっか行っちゃったのシート。いや、もともとないどっか行っちゃった。どっか行っちゃった。あ、知ってる知ってる、あの教えるよ、あのバイツーとツーシーターの違いを教えるよ。はい、ここの窓開くが、はい、こう間延びしてるんですよ。こうやってこうビャーってこう、うんうんうん、こういう風に、はい、ね、それは2バイツーです。ここでわかるんだ。そう、ここでこうキュッてこうキュッてこうキュッてこうなってるよ。キュッてなってるよ。ミー君が好きなやつね。キュッてほらなってるよね。そうそうそう。じゃあこれはもう純正で2シーターそうだね、2シーターのボディ、はい、でこの車ね、外装というか一番こうあれって思うとこがあって、はい、普通給油口の入り口って横にあるじゃないですか。そのイメージですね、うん、これ給油口どこにあると思う、花ちゃん。え、これとかじゃないの。それはエンブレムだよね。これエンブレム、はい、外れる、はい、え、給油口にはないですね。ないね。え、ガソリン、これ EV なんでいらないっていうことですよね買う買う、これ買う、うん、これ今日差し暑いじゃないですか、はい、だね、暑い、あの、そう、太陽の光で、あ、ここね、ここ背入ってるし、まさかの、まさかのソーラーカーソーラーカー昭和の車なのに。はい、じゃあちょっとミー君教えてあげてください。え、ガソリンどっから入れるんですか、この車は。あれれれ、マジこれね、ここにあこうそうこれ見て、これここ安山タンクなんです。安山タンク、そう、アルミでできてる。アルミでできてる、はい、これが、うん、だから錆知らずですね、もうね、錆知らず、はい、あのね、
古い車の燃料タンクってみんな錆びてる。こう3人でもねちょっと不動の場合だと、そう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 、で調子悪い理由が全部燃料タンクが、ね、中が錆びてて、はい、うん、そうですよね、新しいガソリンでも何しようがあのダメで、もう詰まっちゃって1回外して中洗っても、うん、また錆びが出てきちゃって、うん、すぐ詰まっちゃう、うん、そうそう、これは対策されているってことっていうか、もうタンク自体がもう錆びない、うん、そうそう、錆びが出ない、そうそうそう、アルミは錆びないんですよ。ステンレスじゃなくて錆びない、ステンレスも錆びないんですよ。アルミも錆びない錆びないんです、まあ、ちょっと粉吹くけどね、うん、はい、普通は大丈夫、はい、でもこれ純正の位置なんですか。ここ違います違います違います、もうさすがにこれは、まあ、こんなとこにあったらあのキャデラックみたいな感じになっちゃう。あ、昔のアメ車ここだったね。そうなんですね。そうそう、俺もアメ車乗るときさ、はい、急行なくてさ、どうだと思ってあれねえなとかって言ってて、はい、ねえなとかって言ってスタンドの兄ちゃんに聞いたら、これ急行ってどこだか知ってるとか言ったら、あ、多分何万とこですよとかって、あ、車検で預かった時、とかっつってて、びっくりですよね。実はそこなんだ、こことかっつって、いや、違法になりそうな、そうそうそう、なんかあれですけど、あんま入れすぎるとガソリン漏れちゃう、うん、加速した時に、うん、はいね、うん、まあ、ボディの表面はね、すごい、うん、程度いいですね、いい感じなんですね、ピカピカね、ピカピカね、そう、ピカピカで、やはりね、やっぱ、うん、皆さん一番気になるとこといえば、うん、よっこしょ、うん、じゃじゃーん、ちょっと棒買ってもらえますか、花ちゃん、うん、おー、これも全部レストアしてるけどね、一回オーバーホール、オーバーホールしてるけどね、はい、そう、まあ、これ定番仕様っちゃ定番なんですけど、もともとこの車って 2.4 リッターの L24 っていうエンジンが乗ってるはずなんですが、うん、他のあの日産車の 2.8 リッターのエンジンをベースに3リッターまで、3リッターボアアップしてる、すごい、はい、タチの悪いオブアップだよな。そうだね、うん、燃費だけ悪くなる。 L 型エンジンの人ってさ、必ずさ L28 近い 3.1 とかさ、そうそうそう、なんか、みんなやる、なんか聞きますよね、その単語、すぐやるの、そう、やるやる、しかもこうなんかキャブ入れたりね、キャブ入れて、そうそうそういや、でもこのエンジン作るのに多分ね300万ぐらいかかってると思います、うん、300、はい、うん、だって全部変わってるもん、ピストンからクランクからヘッドのチューニングからこのソレックスキャブから、うん、何もかも違う、そのチューニングする価値というか、それだけお金かける価値はあるんですか、このエンジンは。だってこれ普通にね240だったら遅いもんね、あ、うん、馬力がね190馬力ぐらいしかないんですよ。 Z のすごくすごいとこ、はい、この年式の車ってほとんどエアコンついてないんですよ。おお、ついてるやつもあるけど送風だけみたいな、うん、だけど見てください、ここ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 、なんかエアコンのコンプレッサーみたいな、なんかコンプレッサーみたいなのついてません、これ。ついてますね。ついてますよね、はい、まあ、綺麗な感じのね、磨いたやつね、むちゃくちゃ綺麗な、うん、磨いたやつ、はい、はい、これはなんとエアコンが、クーラーが、クーラーですね、ついてる、はい、これ後付け、そう、後付けクーラー、後付けクーラー、はい、これも時代ですね、うん、なので、はい、あのこの年代のね車が大好きな60歳以上の、はい、あのご老体の皆さんも乗れちゃうんですよ、うん、ジジイ、ゴロジジイも、いやいや、だってこれクーラーだからさ、うん、これあれだよ、だって今のさクーラーと違うからさ、うん、ただちょっと涼しい風出るって感じだ、ちょっと涼しいんだ、そりゃそうです、だってこの車が発売されてた時代の夏、うん、こんな暑くないから、確かに、だってこれエアコン効かないとか始まるよ、これあの普通の車乗ってる人たちからしたら、最近の車の、ね、これ壊れてます、壊れてます、ガスぬるいんですけどみたいな、あのもうそういう人乗っちゃダメ、求めすぎ、全然言いません、もう理解不能です、そうです、あのまああのいや奇跡だと思ってください、そういう車じゃない、コンプレッサーがついてるついてること自体奇跡だと思う、そこそこだから、はい、あのだからあのそういう人は勝っちゃダメよ、本当に、NG、あの理解できない人、そうだね、なんか今のその新しいその令和の車とね比較しちゃダメよ、当たり前じゃないですか、50年も前の車なんだから、これ、はい、50何歳、はい、2歳ぐらい、ね、え同じ、え同世代じゃない、いや何がこっちの方が先輩ですか、みーくんより、何みーくんの方が先輩、後輩に決まってっぺよ、もう、あそうだよね、70年だもんね、ハゴスカのあの44ハゴスカの時代だよ、あそっか44年か、うん、でこれささっきあのアルミテープで直してたとこあるって、はい、言ってました、どこですか、どこですか、ほうほうほう直した、うん、
あ、綺麗になってる。トゥルトゥルになっちゃう。跡がないですね。いや、直したんだっていうところで。この辺割れてたんだよね。割れてて。パキパキってね。そうそう、そこら辺とか割れてて。この辺もね。縦じゃなかった。ダメだよって話で。そう。いい加減な、いい加減な塗装してんじゃねえよと思って。もうな、名前晒しちゃうぞみたいな感じで、本当に。東北のここのレストラン。名前晒しちゃうぞって感じだよ、本当に。まあ、で、これうちのほら、スペシャル板金部門。そんなさ、自信持ってさ、そうやってさ、レストランしましたみたいなことさ、あげらんねえでしょ、それ、うん、これ、YouTube に上がってんだよ、これね、その前の方もね、レストランしたやつ、そうそう、その過程が、そうそう、でも現状、あのこれの写真撮ったやつあるけど、もしあれだったら見せるけど、うん、いや、こんなんで、レストランしましたなんて、よくあげられんなって話で、基準厳しいですから、やっぱ、そうね。売るってなるとやっぱあれが、うちもこれをね販売して悪徳にこう金額こう釣り上げて販売して、うん、うちも悪いやつらだと思ってどっち仲間入りだみたいな、どっちなのこれね、はい、本当あの 30Z の闇、闇、はい、困惑してますよ、まあ、視聴者も、はい、でもこれね、まあ、ボディは、まあうん、まあまあちょっとダメなところありますけど、エンジンは素晴らしいから、うん、ちょっと音聞きたくないですか。え、聞きたい。 L3 リッターの、はい、ちょっとじゃあかけますね、うん、お願いします。お、かけ方分かってんな。おめちゃくちゃ元気じゃないですか。あとアイドリングもすごい安定してる、うん、これだったらエアコン効かなくてもいいかもしれないですね。いや、窓開けて走るのは普通だよこれいいね。暑い日は乗らないんですよ、基本的に。なぜかって言ったら、オーバーヒートしちゃうんですよ、普通は。あー、熱問題が。そうそうそう、こういう車って。うん、こんなにスカスカな、ね、エンジンルームなのに。そうそうそう、冷えそうなのに。あのね、片方に寄せちゃったんだよ、これ。うん、こっちカスカスカなのに、向こうぎっちり。そういうことか。だってあそこもね、風入ってきそうなのに。うん、で、ね、ラジエーターもちゃんとやってるけど、はい、夏の暑い日は乗らないでくださいね。うん、やっぱね、まだ昭和の時代の。そう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 。これはほら、普段使いじゃないから、うん、こうなんかやっぱイベントだったりとか、そ、ね、そのなんかそのツーリングじゃないけど仲間内で、そう、春先とか秋口とかに乗る車なんだよね、はい、限られてくる。いや、そうだって、その普段は置いといてこう見せびらかすための車ですから。そうだね、これを見ながら、俺持ってよ、俺こういう車持ってんだけどってすごいねって言われて、そのすごいねって言われるのがもう快感なわけ。嬉しいんだよね、そうそう、所有感が、そう、所有してるっていうのが、俺持ってんだよ実はこういう車みたいな、うんうん、みんながさ、そのおじさんたちがさ、これ見てうわすごいね、 Z じゃんみたいな、絶対声かけられますもんね。わ、昔こういう車好きだったんだよみたいな、昔乗ってたんだよって、ね、昔乗ってる人と今乗ってる人は違うから。そうそうそう、昔は安かった時代もある。うん、そうそうそう、あの、まあ、ちょっとだけこうイチャモンつけましたけど、はい、まあ、概ね素晴らしい、まあ、納得できるところまで、ね、まあ、うちら直した、はい、で、まあ、これも販売しちゃう。販売しちゃうね、販売しちゃうね、うんうん、はい、ただこれ、これはもうアスクです、アスク。あー、プライスはこれはアスク。もうほら、自動車業界の闇だ、闇をもさらしやから、はい、詳細しかないです、はい、言っとくけど、あの何百万レベルじゃないですから。いや、うん、千万レベルですよね、はい、これ俺500万で欲しいんです、はい、もうすぐあの、あ、帰ってもらっていいですかってなっちゃう。もう電話がちょっと切ります。はい、問い合わせいっぱいあるけど、そういうのはもう全部既読スルーしますから、はいはい、もう全然そういう価格帯じゃないよ、はい、ないない、うん、うん、そう、まあ、ただ、うん、今日もう一台車用意してるんですね、はい、そっちの Z の方がまだそうそうお買い求め。こっちはね、実は本当にお金かけすぎちゃって、はい、結局いろんな細かいところもお金かかってるわけですよ、うん、そうなんですね、そうそう、明細もあります、うん、はい、ね、こっちはそのまんま、はい、ね、それは割とオリジナルに近い、そう、そのまんま、まあ、いじっちゃって、はい、まあ、240ZG なんですけど、そう、これ本物 ZG です、うん、これが、これが本物、はい、ね、はい、これね、はい、G ノーズってやつですね、はい、これはしかもこれね、ほら、はい、基本一緒じゃないですか、これ、この辺、ほら、もうなんか、うん、ボディの形は、ほら、一緒、うん、うん、うん、で、ほら、本当はここにあるのよ、キリコ、本当だ、ね、ここに本当あります、鍵がついてますね、うん、そうそうそう、うん、ね、これね、はい、うん、そうそうそう、で、この車はあっちの車みたいに安全タンクじゃないし、うん、ちゃんとフロアもあって、うん、まあ、バッテリーだけ移設してありますけど、うん、
まあ、俺の中でさ、こういうのって気に入らないんだよね、こういうそのモヤモヤ感がね、こうね、まあ、仕方ないんだけど、これだって直してるでしょ、俺絶対もう何回もやってんだけど、何回もやってんだけど、うん、はい、しょうがないよね。ダンパー1本は純正ですか、はい、何ダンパー1本、あ、純正、純正っぽいね、純正じゃない、あ、うん、もともと1本しかない、この当時は軽かった、すごい、でもちゃんと生きてるよ、ダンパー生きてますね、生きてる、生きてる、ほら、ほら、ほら、ビーンって上がる、ね、そう、ほら元気、でもやっぱそこにこうロールケージ入れるのはこう定番カスタムなんですね、うん、そうだね、はい、うん、でもほら、なんか止まってないよ、そう、ボディに穴開けたくないっていう前は止まってるけど意思表示がそうそう、外装はそこそこだね、まあそこそこですね、まあ、そうですね、まあ、綺麗だけど、一般的にその旧車屋さんで売っているレベルの、うん、あの外装の仕上がり、うん、でもこれだったら綺麗だねって言っちゃうよね、綺麗、まあこっちからすると全然ダメなんだけど、うんうん、これちょっと浮いてたりとか、こうちょこっとこうなんていうのかな、こういうこうなんていうの、こういうのがあったりとか、あるよね、これね、あの実際一台一台ね、あの販売店行って見てもらえば分かるけど、うん、みんなこんな感じ、そうだね、うん、そう、まあ古いからね、それが普通だって言うんだよ、うん、こんなもんですよって、いや、そりゃそうだって、基本的に並べる、その買ってきた仕入れた車って基本的にそのまま置いとくんですよ、うん、でお客さんの要望に合わせてカスタマイズしていく、はい、要は塗装ここだけ直してほしいなとか、ボールペンもう一回してこの色で塗ってほしいなとかね、いろいろやっていくんですよ、うん、だからすごい高くなっちゃったりするの、そうだね、うん、でもこれはもうある程度走れるぐらいまでは一応直してあるよっていう、はいはい、まあね、好きな人がね、そう、でも買い取りですもんね、だってこれあれですもんね、うん、あの車と同時、あっつ、あっつ、あっつ、ここが熱い、私は、うんうん、はい、棒買ってください、はい、これは、うん、あの 240ZG のエンジンそのものですね、そのまんまです、そのまんまです、2.4 リッター。そうそうそう。だけど、うん、キャブとエキマニと、うんうん、ソレックスね。ソレックスですね。はい、メッシュのホースとかがいろいろありますけど。うんうんうん、すごい。旧車って旧車の定番だよね。そうですよね。時代を感じますね。そうそうそう。でも割とね、これ電動ファンになってたりとか、はい、ね、そう。さっきと違うのはここにほら。クーラーがついてない。そう、これが普通ですよ。はい。ね。こんななんかすごいエキマニになっちゃってる。そう。やばい。そのヘッドカバーは社外品ですね。社外品があるんですね。いっぱいありますよ。ヘッドカバー。はい。これもね、やっぱ普通に車検ついてる車なので、うん、エンジンはね普通に調子いいです。うん、7年の11月まで。そうそうそう。カチカチやってから、これがわかんない、なんで必要なの、チョーク、チョークっていうか、そうだね、はい、ただこの車なんか燃料ポンプの音がすげえうるさい、おガチャガチャガチャって、でもエンジンは調子いいですよ、いいね、味がある、やっぱり L 型は、うん、本当に、うん、また聞いたことのエンジンサウンドですね、うん、そうだね、これね、本当に、はい、好きな人で、好きな人いるっしょ、好きな人、ね、好きなのよね、エクターの方とかいますよね、うん、そうそうそう、未だにほら L 型をさ、頑張っていじってる人たちっているじゃないですか、しかもいじってるんだ、うん、いじってるのよ、そう、昔よりね、高くなったけどね、これね、うん、はい、昔、ちなみにこの車はね、はい、ここにこうなってる感じです、お、一応詳細の方がございまして、うん、これ47年車ですね、うん、はい、走行不明、そうです、うん、故障ありません、あるわけないじゃん、あのね、申し訳ないけど、ちょっと厳しいな、あのよくさ、車買うときにさ、なんか最初から壊れてたとかって言ってくる人いるでしょ、はい、もうね、そう、もう既読スルーですあのこの車たちを、ね、はい、フル整備して販売したって結局1ヶ月もしないうちにどっかしら不具合出たりとか、その通り、普通なの、はい、GTR とかでもありますよね、うん、で結局ね、この今この走る状態になってるから、うん、まあ、これを、まあ、ある程度、うん、あの比較的リーズナブルな
金額で購入していただいて、うん、あ、自分で好きなようにやってもらったのがよっぽどいい。その通りですね。その通り、うん、もう分かる人に買ってって感じ。あ、そう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 、はい、これね、ほんとそう、そう思う、はい、あのね、言うんだって、あの、なんかね、最初から壊れてましたみたいなさ必ずあるの、こういう古い車って。もう50年近く経った車、はい、当たり前だよ、そんな当たり前だよ、そんなの当たり前ね。で、普通ね、トラスト規格では、ね、まあ完璧に動く、そうですね、きちんと整備された車をちゃんと安心して乗ってね、うん、もらう感じで販売してると思いますけど、はい、これは不安しかない車で買ってもらうしかない。そうそうそう、大曲りオートに近いところで販売させてもらってるって感じですかね。だからあんま売りたくはないけど、うん、せっかくレアですよ。違うんだって、これなんで出してきた、なんで出したかっていうと、どうしてどうして欲しいって言ってるのいるんだよみんな。いや、あのね、そうだ、本当にいるの、本当に、ね、欲しい欲しい言ってるの、はい、だから正直てしょうがないから、ね、もういっぱい来るの、欲しい欲しいって、あの白い車って売ってもらえるんですかって、あの車って どんな感じなんですか、あの車っていくらなんですかとか、あの車の仕様教えてくださいとか、もうなんか殺到しちゃうんですね。そうそう、来るの、来る、はい、まあ、さっとまでいかないんだけど、まあ、何件も来るわけよ、うん、ね、で結局その、まあ、金額とかある程度言えば、まあ、追っ払えるわけですけどまあね、やっぱ簡単には買えない金額ですから。そうそうそう、だけどあのね、もううざいじゃない、そんなの。まあうざいっていうかね、うん、まあ、動画で出しとけばそれ見てねって言えるから。そう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 、まあ今回ちょっと、そうそう、だからある程度そのまあ餌となる車と、はい、まあ本当に売りたい車をこう分けてちょっと販売しようかな。今言っちゃった本当は本音出たよ、本音出たよ。程度的には外装はこっちの方がいいですね。あ、そうだね、外装とかね、うん、ただやっぱこうZ ってこういう感じってこうなんかあるじゃないですか、はい、イメージが、はい、イメージ、まあ、マルーンっていう色がね、いや、なんか久々に聞きますよね、うん、マルーンって。俺は、でも俺は悪魔のZのが好きだよね、そっちの方が。ワンガンブルーみたいな、はい、うん、そう。で一応ね、はい、こちらの動画はただ自慢するだけじゃなくて、はい、一応さっきミクも言いましたけど、値段も、うん、プライスまで発表しちゃおうかなと、おお、思ってます。どっちの旧車屋潰しガレージインパクト潰しみたいな香川社長を見てますか業者の人も買っちゃうかもしれない。あ、そうですね、あ、それぐらいで業販してくれって絶対つくと思うの。無視、無視します、無視、もう小売りあの違う違う違う、だから結局お客さんがいてね、うちが今出す金額を提示するじゃないですか、はい、そしたらね、間入った人間がどうしてもこう利益取ろうとするわけよ。ダメだよ、ダメだよ、そんなのマジン、ね、マージン取ろうとするから、はい、ね、でうちで直して納めてあげるからぐらいの勢いで言ってるんだけど、うん、さっきも言ったように現状で何もしてない、うん、ね、どこ壊れたか分かんない、ねね、まあ、今のところちゃんと、まあ、走り止まる曲がる、ね、ちゃんとしてるけど、してるけど、いつどこでどうなるか分かんないけど、うん、そのリスクを、ね、取ってもらって、はい、まあ、その分安く、ね、安くってもそんなに安くないよ、ね、まあでも普通の専門店よりはリーズナブルだと思うけど。これはびっくりですね、はいはい、桁が、はい、じゃあどうぞ、はい、お願いします。 T 社長、はい、今日は Z して、はい、あ、 Z で来ます無理だね、滑り込み、あ、腰が終わっちゃう、はい、お値段の方お願いします。でね、ジャパネット寺田がお送りする、はい、ね、あのフェアレディ Z30、はい、ね、これは気になりますね。こちらのお車、なんと、はい、なんと込み込みじゃじゃん、じゃん、980万円。980万じゃありませんよ980円なら買う、980万ですよ、はい、1000万近くする車です。まあそうなっちゃうよね、はい、でも1000万は超えない、まあ超えない車っていうのはあんまないと思いますね。うん、オリジナルですから、はい、あの ZG の、そうですね、仕様とかボロいのあるよ、ボロいの、ボロいのベースみたいな、うん、なんか600万700万ぐらいで出てるやつ、はい、あるけど、絶対こっち買った方がいいですよね。こっちの方がいいと思います、うんうん、これ普通に多分お店並ぶと多分こんな値段で並ばなくて、もう下手すると、はい、カーセンサーとかグーとか、うん、見てください、はい、もう絶対1000何百万とかしてます、はい、はい、絶対本当に嘘じゃない。これなぜかっつったら、はい、これね、何百万しか儲かってない、
本当だよ本当だよこれ本当はね他のショップだと、ね、他のショップだと平気でなんかこんぐらいいっちゃうんじゃない片手ぐらい違う1本乗せてる時あるんだよわお1本すごい普通普通なのこれ買い取りしたやつを1本乗せてただ1本乗せるっつってもそのなんか何もしないで1本乗せてるわけじゃなくって、ねね、ある程度そのちょっとこう綺麗にお化粧してやったりとか、うん、あの予防整備って言ってあのダメになりそうなところを事前に交換してあげてっていうような、うん、あのことをしてあの販売したりとかするんですよ、うん、でもほぼほぼ基本的に保証なんかありませんからそうですねそれだったとしても全部現状販売、はいうん、だったら最初から壊れてるって言ってもやってくんないから、うん、お金かかりますみたいな追加料金そうでまあいいとこだったらあの工賃サービスで部品代だけくれればやりますよみたいなところはあるかもしれないけど、ね、部品だってなかなかあるわけじゃないじゃないですかそうですねこれはそうですよ、うんこのね、ある方だけどね、うん、どっちかといえば、まあ、どっちかというとある方だけど、うん、なかなかね、うん、だからこういうのはね、知り合いがこういうの好きだとか、うんねこういうのをね、分かる明るい、ね、整備の人を知ってますよと、うんうんね、むしろ自分でもできちゃいますよと、うん、いう人がおすすめのねおすすめな車です、はい、980万円、うん、ちゃんとしたその保証をつけてとかそのここやってとかこうやってとかあれやってとか無理言ってんだったら無理無理これ1500万ぐらい出してくれればはいできちゃうからやりますねあ1500万くれればやるそういうことなんだよ、うん、だ要はあのわがまま言う人は比較的高い金額でだからその金額売ってるから、うん、ね、うん、だからわがまま言えるわけよ、うん、あそこサービスいいよと、うん、ね買った後ね、あのいろいろやってくれるよ。いやいや乗っかってっからもその時点で先に初期で、ね、先にもらってるから、はい、その後からかかる費用を先にもらってるからできるわけ。そうですね。うん、もらってないから、うちもベースだから。もらってないから後からかかるものはお金出してくださいねっていう。そうですね。分かりやすい説明。うん、ね。だからもう何も乗っけずに、はい、でも車検はちゃんと。来年の11月までついてるから次の車検は困りますけど、はい、あの今は大丈夫次の車検困りますけどあの、まあ、1年間そう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 、まあ、タイヤちょっとねちょっとねここ あのなんかこうちょっと出ちゃってるところちょっと直してもらって、うん、はい、はいね、まあ本当あの分かる人で好きな方に、うん、ねそうそう買っていただければ、ね、本当こういう車売るの大変だからこういう車ねうちに売りに来ちゃダメよダメよ買っちゃうんだから売りに来ちゃうと買っちゃう人がいるからいやでもやっぱ絶対違うの本当はダメな車だったらあんまり精度いい車じゃなければ普通に業者オプション投げて終わりよそのまま、うんうん、終わり、うん、ただあのやっぱりねあのそれ売った後にどっかの業者のところに行って、うんね、信じられない金額で売っておおすげえ高金額で売ってるみたいなあの車あんな高い値段で売ってるとかって言ってそれを買ってしまう人がいるから痛い目にね、まあうちから買ってもらってるわ。うちから買って、ね、この後何百万かかるか分かんないけど、うんね、それで綺麗にした方がいいでしょ。確かにもうある程度ね綺麗だからね。だってこのままだと乗れるし。そうそう別に。わかりました、うん、じゃあまあこのマルーはね、うん、まあ980万キッパチで、はい、いくとして、はい、こっちはこれ余裕で1000万オーバーだからこれ、うん、余裕で1000万オーバーなのでちょっとこっちは、うんまあ、申し訳ないですけどアスクにしようかなと思います。連絡先概要欄に載ってますので、はい、もうちょっとあの動画でちょっと出したいんですよ。ああなるほどね。ちょっとしゃぶりたい感じ。しゃぶり、はい、もう少しもういろいろこうしゃぶり尽くして、はい、もうねそろそろいいかなっていう時に出したいわけです。そうですね。はいはい、飽きた頃に。はいそう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 ね、あのそういう感じでやっていきたいなと。はい、でまあ両方ねあの現車は会社にありますから、うん、ねいつも見に来てもらって見に来てもらって見に来てもらった方がいい絶対。うん、これはそうだ。こういうねあの古い車は、はい、ね。あのダッシュボードの状態だとかシートの状態だとかねスタイリングの状態だとかね、うん、あとちょっと乗ってもらって、うん、そのブレーキとか、うんうんうん、その足回りのチェックをしてもらってね、あとエンジンの調子とか見てもらって納得した上で買ってもらった方がいい、はい、両方ナンバーついてますから見ないで買うとろくなことないから本当に、はい、そこだけはただあのよく本当最初言ったようにもうなんか3桁で売ってる車、うん、たちって錆びてっから、うんうん下回りそうだねやばいな、まあ、そこまででもないからやばいな、うん、こんなボロいのに600万もするのみたいなやついっぱいあるから、うん、そうそれ買っちゃうと後でこれ以上にかかっちゃうよって話、うん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 、だから
この辺でね、落としどころはこの辺でやってもらって、うんうん、で自分である程度お金出して、はい、自分の納得するあの仕様に仕上げてもらった方が絶対お得ですよってことを言いたい、うん、素晴らしい、うん、だってお金別に使いたくなくてこのままでもいいよって人はこのままもいいんだ、乗れちゃうからね、全然ね、うん、だから予算にも合わせてできるってことですよね、うん、そうそうそう今後、はい、まあ、なのでね、はい、皆さんぜひあまり積極的というかあれなんですけど、 そっちは980万円、うん、こっちはちょっと問い合わせしてください、はい、ASK なので、はいはい、これもうちはちょっとこう乗せて販売しますから、いやこれ、ね、これはさすがにね、はいはい、でもそっちはほぼ買った時は3桁ですよ、これ3桁、はい、あもう言っちゃってるよ儲けますからさらに、いやあの直すお金かかって、直したんだよこれ、お金かかってっから直したの、はい、うん、だから余計だよこれ、すいません、っていうことなので、しょうがないです、はい、なので皆さんぜひね、うん、ご検討よろしくお願いします、お待ちしております。で一応トラスト企画はいろんな車買い取りしてます。でこういう旧車も、うん、まあどうしてもっていうことがありましたら、うん、こっちこっちまで、はい、そうそうそう、あのどうしてもじゃないといけないからね、そうだね、本当に、はい、もう事情がないと、本当にあのちょっと概算だけとかって言ってたら こうなっちゃってるからほらね、だいぶ伸びてきちゃってるんで、間違ってもこういう車たちって査定が1000万超えることは 100% ありえないです、うん、そこだけは事前に、箱スカも箱スカも煙も箱スカの GTR はあり、全然煙も全然あじゃあこのGTR じゃないやつ、GTR じゃないやつ、そうそう、はい、GTR じゃないこっちの系のやつっていうのはまずどんなに軽度良くても超えることはないです、うん、なぜかって言ったら業者オプションで超える車がないからです。そうですね、業者の皆さんは分かってると思います、業者の皆さんはあこれはだいたいこのぐらいで仕入れてこの金額になってんだなっていうのがね、うんうん、分かってもらえる、はい、500万で買ってんじゃないのとか600万で買ってんじゃないのみたいなね、うん、甘いなうちはもうちょっと、はい、うん、みたいな感じなんで、ぜひご検討よろしくお願いします。はい、はいはい、ではまた次の動画でお会いしましょう、はい、バイバーイ。車好きのみんな集合、一緒に YouTube を盛り上げてくれる車好きの若者を大募集中。誰よりも車に詳しい、三度の飯より車、現役の走り屋、 GTR が好きで仕方ないやつ、マニアックな知識を生かして一緒に働きましょう。あなたのご応募お待ちしています。